ところに選手が集まる。ここから低いボール、ヘディングシュート決まった。追加点、西本のゴール、セレッソが追加点4点目。後半の28分を経過したところ、1対4リードを広げます。今シーズン2点目、西本。リプレイです。